どうも皆さんこんにちは。今回の報告担当、ミスティアです。ゆうかです。今回は突然の中京圏、愛知遠征です。本当にいきなりね。でも突然どうして愛知県に？機関車の集まりを見るためですよ。は？とりあえず、今回も張り切って参りましょう。よろしく。それでは近鉄郡山駅から無計画愛知遠征スタートです。ちょっと待って、今無計画って言った？今回は無計画ですよ。関西近畿での無計画は当たり前。ならば中京圏でも無計画で行けるだろうってことで、今回は無計画です。きっと今後関東の首都圏にも無計画で。いつになるんでしょうね。さあ、改めまして、近鉄郡山駅一番乗り場のホームからスタートします。ちなみにゴールも同じホームとなります。橿原神宮前行きでそのまま行っても面白くないので、ここはあえて天理行きの普通電車に乗車します。あえて平畑駅で乗り換えるだなんてねー。平畑駅1番乗り場のホームに到着、橿原神宮前方面へ向かう、3番、4番乗り場のホームへ移動します。移動後、待ちます。天理から来た普通電車ね。橿原神宮前行きの普通電車が優先。しかしこれには乗りません。後から来た3200系の急行に乗車して大和闇駅に行きます。あれこの番号って。大和闇駅に到着。大阪線のホームへ向かい、特急電車に乗車します。今回は特急電車に乗車するのね。京都行きの特急が停車していました。あれあれあれ？ちなみにその後に来たのは10両編成の大阪上本町行き快速急行。そして乗車するのは8時1分発の2万1020系アーバンライナーネクスト名古屋行き。ルーミアが塩浜の近鉄鉄道祭りに行った時は8時29分発だったんだけどね。気づかないうちに早くなっていたんですね。そして津駅で下車。めっちゃカットしたわね。座席が通路側だったのでね。アーバンライナーを見送った後、名古屋行きの普通電車が優先。この電車に乗車して、途中の駅で急行に乗り換えます。津から急行に乗った方が早くない？それでもありですが、せっかくの鉄道旅ですから色々乗りたいのですよ。白塚駅では 15,200 系の姿が、同じ白つながりの白子駅で下車します。特急が来て、急行が到着、上駅まで乗車します。伊勢若松駅ではアーバンライナーに道を譲り、回送電車を横目に、塩浜駅の近くで DF200 とすれ違い、三義鉄道の線路と少しだけ並んで、こうしてみると、線路幅の違いが一目瞭然ね。富吉駅のそばにある車庫では、8万系こと火の鳥を確認できました。そして上駅に到着。ってことはここからは普通？そうです。隣に停車していた普通電車に乗車して、名古屋駅に行く前にちょっと寄り道をします。急行さよなら、位置が4つ並んでいる電車と出会いの、隣の戸田駅に到着。ここは工事中の駅です。確かに工事しているけど、高架下の勾配が見えますここ戸田駅。撮影をしていると、島風が通過していきました。普通電車しか停車しませんが、通過する電車はそこそこありました。で、乗車するのはさっき上駅で見た1111。これで名古屋駅に向かいます。八田駅では、JR 東海の関西本線が見えるわね。12200系の通過待ちをします。青波線が見えてるの。ってことは小本駅かしらね。小金駅で311系を発見。あの311系が亀山駅に行くことは、ないか。名古屋駅に近づいていきます。笹島ライブ駅が見えてきて、高層ビルが目立ってきましたら、近鉄名古屋駅、到着、アーバンライナーネクストと再び出会って、伊勢島ライナーが入線。やはり都会ってこともあって、本数は多い感じですね。南海塩見橋線の存在と比較したら、名鉄は後で乗車するので今はパス。あら、無計画の割には意外と計画がある感じかしら？行きたい駅がありましたのでね、JR 東海道線に乗り換えます。そしたら64が通過、313系8000番台と遭遇。あら、なかなかかっこいいじゃないの。そしてなぜか雪が降ってきた。乗車するのは313系の普通岐阜行き。こちらで今回の目的地の一つ、稲沢駅を目指します。特急信濃と新幹線、そして、11型かしらね。しばらく走行していると、DD51 の貨物列車を発見。奥には EF210 が見えるわね。いろいろな機関車と出会った後、稲沢駅に到着。この機関車の集まり、圧巻です。もしかして、これ全部処分されるのかしら？そうなんですか？詳しくは知らないけどね。DD51 を、バッチリ記録します。そして改札を出場、駅舎は特徴的ですが、駅に続く道もなかなかいい感じです。こちらにも機関車がたくさん止まっていました。ほぼ64かしら？改札口に戻ってきました。近距離切符運賃表を見ると、大見八幡の文字を発見。ってことは今から大見八幡駅に行くってこと？いやそれじゃあ一遠征じゃなくなりますから。
次に乗る電車も313系、隣の尾張一宮駅に行って撮影をします。一駅先なんだったら歩いていくか飛んでいくかすれば楽なんじゃない？あなたは何を言っているんですか？尾張一宮駅に到着、特急ひだ号が停車。名鉄線との乗り換え駅もあって、名鉄一宮駅も見えるわね。雪が再び降ってきて、特急白鷺号と313系とのツーショット。雪がすごい。見送りまして、ちょっとだけ駅舎の外に出てみました。でもすぐ駅舎内に戻ります。そして名鉄一宮駅へ。次はどこに行くの？次は大田川駅に行きますよ。はい、回収。いろんな電車が発着する中、次の電車を待ち続けます。で、来たのは3500系急行豊橋行き。大田川駅に行ったため、神宮前駅まで乗車します。鴻宮駅に停車しての、塚口駅を出発しての、西際島駅を通過しての、犬山線と合流する地点の近くを走っての、N700 系に抜かされての、金山駅に向けて進みましての、またしても N700 系。金山駅に停車、そして神宮前駅に停車、そして回収、客番も回収、ニュース会が到着しましたがこれはパス。ニューチケットが必要なのよね。昔の開かずの踏切がまだ残っていました。北半田行きの普通電車が到着しましたが、大田川には、後の急行が先に着くみたいなので急行に乗車します。名古屋本線、並びに JR 東海道本線の線路をまたいで、大駅に到着。結構線との乗り換え駅ね。さあ大田川駅に到着。回収回収、一旦駅の外へ。さて、ここ大田川駅が二つ目の目的地、ぼちぼち奈良県に帰ることにしましょう。3階の5番線、6番線のホームへ、奥が名古屋方面ですね。全車一般車の名古屋行き特急で、金山駅に引き返します。これって6線系で合ってるんですかね？なんで私に聞くのよ。下の線路と合流、神宮前駅に入線して、313系と出会って、熱田駅を横目にして、金山駅に到着。せっかくなので JR 中央線の電車に乗車してみます。何かしら、このフォント、見やすい。え、そこですか？こちらも忘れずに、名古屋駅でも見たあの電車と出会った後、313系で名古屋駅へ向かいます。313系ばっかりね。もうそれは仕方がないとしか言えません。再び64と出会う。お通橋駅も見えるわね。名古屋駅に向かう時にはいろんな電車とすれ違いました。青波線の電車は停車していませんでした。そして名古屋駅に到着。311系が出発しての。一度改札を出ての。ここからはどう動くのかしら？近鉄特急かしら？新幹線に乗って京都駅に行きます。ここに来て新幹線。乗車するのはのぞみ343号新大阪行き。それでのぞみ号多すぎやしませんかとたびたび思うんですが皆さんはどう思いますか？車両は JR 東海の N700A でした。あ、そこにオレンジ色の JR マークが見えるわね。今回は自由席を利用します。あら、指定席じゃないのね。そりゃ無計画ですから。前原駅と岐阜羽島駅の間では雪景色が見れました。そしてしばらくしたら221系が見えての、京都駅に到着、近鉄線に乗り換えます。乗車するのは橿原神宮前行きの急行です。特急じゃないのね。特急に乗っても最終的に近鉄郡山駅の到着時間は10分しか変わらないんですよ。乗車するのはなんと6両編成の8600系、さらに奈良線の103系とも出会う。割と運がいいのかしら？先頭車両に移動して、京都駅出発、103系、281系はるかと分かれます。そして近鉄郡山駅一番乗り場のホームに到着。これで今回の愛知遠征鉄道旅は終了です。ちょカットにも大胆すぎない？烏丸線や京阪線、学研都市線に近鉄奈良線は？前回と前々回、他にも時々取り上げたじゃないですか。だから今回はいいかなって。いいのかしら。今回は無計画で愛知遠征をしてみましたが、案外行けるものですね。いや、まだ名古屋だから行けた話であって、これがもっと遠くなったら大変なことになるわよ。無計画は地元の地方だけで十分だと、聞いてて改めて思ったわよ。まあそりゃその方が安心感はありますよね。それにしても、稲沢は貨物列車や電気機関車、ディーゼル機関車がたくさんいるのね。ちょっと興味が出てきたわ。記録はお早めにってよく言われますからね。それを考えると、今回で DD51 を記録できてよかったと思いました。それで、愛知遠征、元井、稲沢大田川遠征をしてからの今後ね。早速期待していますね。ですが最近関東ではなんかいろいろ騒いでいるみたいじゃないですか。あまり深くは追求しませんが。それに、のんき間のパート数が500に近づいてきている以上、遠征に行く理由がなくなってくるんですよね。それは大きな誤解じゃないかしら。確かにお金の無駄遣いは良くないけど、いつ私たちがこの環境から追い出されるかわからないんだから、いるうちに楽しんだ方がいいわよ。確かにそうなんでしょうけど、話、若くているのかしら。でも、どうせ次回も関西でうろうろすることになるかしらね。誰が担当するかはその時次第だけど。大体のことは話しましたし、そろそろ締めますかね。最後まで見てくださりありがとうございました。それではまたお会いしましょう。